臭いわね。緊張してるだけ。さあ、洗って洗って。あら、もうここにいたの？景品を用意したの。スポンジボブよ。砂時計をひっくり返したらスポンジボブの絵を描き始めなさい。じゃ、始めるね。ちょうどスポンジボブが欲しかったんだ。最高なパンケーキを描いてスポンジボブをゲットして体をきれいに洗うの。あと少しね。なんかいい感じ。私もそろそろ始めないと。私だっていい絵が描けるように頑張るわ。結構いい感じ。色が足りないわね。いくわよ。もっともっと。すごいでしょ。別世界ではすごいんじゃない。そろそろ終わりの時間よ。作品を見せなさい。あら、フィービー、全く頑張らなかったの？全然ダメよ。ジェーンは？あら、素敵。スポンジボブそっくりよ。あ、そう、臭いジェーンの方が必要だもん。景品ももらって。やった。私たちは仲良しよ。私はロボット。今度の景品はこの可愛いロボットよ。もらえるのは一人だけだから頑張って。私がゲットするわ。友達になって一緒にお散歩したり遊んだり学校に行ったりアニメを見たりするの。妄想しすぎでしょ。ロボットをもらうのはこの私。二人で何でもするんだ。ジェーンの絵は全然ダメね。プロを見習った方がいいわよ。ほら見て、あとは色を塗るだけで完成よ。こことここを整えたらほら。私の子供時代にはなかったおもちゃね。あら、時間よ。ジェーン、まあまあな出来よ。フィービーは？あら、上手。ロボットさん、フィービーの方へ向かいなさい。やった、私だけのロボットよ。私にかけたら私だってかけるからね。二人のために美味しいハンバーガーを作ったの。本当は私が食べたいけど、これは次の景品。上手に描けたら食べられるから頑張りなさい。じゃ、描き始めるわよ。ハンバーガーなんか簡単ね。カプセルを描いて色を塗れば十分なの。バンズはできたわ。今度は赤ね。あー、大変、台無しよ。フィービーったら。今回は私が勝つわよ。各層を別々に描いて焼き上がったら組み立てるんだ。こうやってね。お皿に移したら本物のハンバーガーを作っていくの。私はうまくできなかった。こんなの絶対に勝てないわ。ジェーン、ひどいじゃないの。それでも姉妹って言えるの？おいしそうね。あら、時間よ。お作品を見せて。あら、フィービー、ジェーンはよく頑張ったわ。召し上がれ。やっと食べられるのね。お腹すいたよ。おいしい。フィービーには何も残ってないからね。ま、食べかすなら食べていいけど。私の真似をして。今度はこっち。あ、今度はココアを作ってあげたわよ。二人とも大好きなのは知ってるわ。ルールも覚えてるでしょ。飲めるのは一人だけ。さあ、始めなさい。絶対に私が優勝してみせるわ。最高なパンケーキを完成させてみせるの。こんなに頑張ったことはないけど、おばあちゃんのココアのためなら頑張れるわ。はあ、かわいい。絶対に私が勝てるわね。あ、私も急がないと。ジェーンは勝てるって勘違いしてるみたいね。勝つのはミニオンの再放送を何度も見たこの私よ。あれ、寝ちゃったの？今のうちに頑張ろうっと。じゃ、ひっくり返すわよ。ジェーンの方はどう？見せてあげる。あれ、なんかおかしくなっちゃった。あら、もう時間みたいね。ジェーン、まあまあね。フィービーの作品は？あら、よく頑張ったわね。可愛いミニオンを描いたご褒美としてココアを飲んでいいわよ。おいしい。おばあちゃん、ありがとう。今度はジンジャーマンよ。あら、二人の景品だったことを忘れてたわ。どう？気に入った？
それじゃあ砂時計をひっくり返すわね。絵を描きなさい。美味しそう。いいこと考えた。手を使わないでパンケーキを作ってみない？いいアイデアね。難しい。なんだか安定しない。まずはアウトラインね。もう描いてるの？私も急がないと。早く早く。あ、大変なことになっちゃった。フライパンも私も生地まみれよ。私はあと少しで完成させるわ。やっぱり手を使うことにしたんだ。ジェーンは上手ね。私もクッキー食べていい？さあね。でーだ。ベロを見せたわね。そんなことするなら一口もあげないわよ。じゃあ色塗りをして、今度はひっくり返すの。完璧。私の方は？ああ、最悪。ごめんね。あら、とてつもなく下手ね。ジェーンは？あら、本物のジンジャークッキーみたい。やった。私の腕に感謝しないとだわ。どんな味なのかな。おいしい。ティービー、食べていいわよ。おいしいわね。もっと食べたい。ティービー、やめて。あ、おばあちゃんが呼んでる。今度の景品よ。中にはチョコエッグが入ってるの。すごいでしょ。私は二人の好みを知ってるのよ。さあ、絵を描いて。私の才能を発揮させないとね。まずはアウトラインから描いていくわよ。ちょっと、誰が電気を消したの？怖い。フィービーのせいで絵が台無しよ。私も絵を描かないと。おばあちゃんに気に入ってもらえるような絵にしないとね。絶対に褒めてもらうわよ。ジェーン、準備はいい？ひっくり返すわよ。どんな仕上がりになったかな。あー、すごい。おばあちゃん、見て。どれどれ。ジェーンの絵はシンプルすぎるわね。フィービー、素晴らしいじゃないの。キンダーがもらえるのはフィービーよ。本当？やっと勝てたわ。こっちへおいで。早く食べてみようっと。ジェーン、どう？おいしい。おもちゃは何かな。あ、かわいい動物さんね。宇宙飛行士もいる。二人とも、やっとこっちを向いたわね。今度の景品は、このワンちゃん。かわいい。欲しい欲しい。目が離せないくらいかっこいいんだもの。ジェーン、なんてことしてくれたの？別にいいわ。私の勝てるチャンスが上がったってことだもん。名前はどうしようかな。ボビー？リチャードが似合うと思うわ。かっこいいでしょ？あら、もう時間なのね。パンケーキをひっくり返す時間よ。ジェーン、ダメね。フィービー？あら、完璧。優勝者はもちろんフィービーよ。おめでとう。やった。ずっと前から買いたかったんだよね。さあ、ベビーヨーダの絵を描く時間よ。了解。まずは頭を描こう。でも一番大切なのは目だからな。よし。あ、すごい。私も色塗りしていくわよ。ほら、見てる？あれ、もう時間なの？早くひっくり返さないと。お兄ちゃんのはすごいけど、私のも悪くないと思うわ。やっぱりお兄ちゃんの方が上手ね。ベビーヨーダも気に入ったみたいよ。さあ、優勝者の元へ行きなさい。やった、勝ったぞ。本当に来てくれたんだな。かわいいな。最高だぞ。見て、綺麗なお人形さんでしょ。素敵ね。気に入ってもらえたみたいでよかったわ。でも、これはケーキなのよ。ほら、レインボーになってるの。さあ、絵を描き始めなさい。シルエットはできたわ。今度は何を描こうかな。よし、僕の方が早いね。あと少しで色塗りが終わるんだ。え？ピンク？いいよ。助かった。
さあ時間よ、早くひっくり返しなさい。こそこそしてないで出来上がったものを見せるのよ。ちょっとそんなのプリンセスじゃないでしょう。ダメよ。あら似てるわね。よく頑張った、優勝おめでとう。やったー、この大きなケーキが私のものなのよ。ダメ。あっそう、いいこと考えた。ねえ呼ばれてるよ。騙されたな。おいしいな、本当に最高だ。ちょっと何してるの。そんなことならケーキを詰まらせなさい。やってくれたわね。もう我慢の限界よ、人生とお別れしなさい。えい、おいしい。楽しかったわね。何ふざけてるの、早くこっちを見なさい。大きくておいしいクマグミよ。あら時計は、あったわ。はじめ、早くはじめないと。いい感じだと思う。あとは赤で塗りつぶすだけ。え、手伝いたいの？いいよ。じゃあ私も。あら、うまくできたわね。よく頑張ったわ。時間が終わりそうだからひっくり返そう。1、2、3。はあ、素敵。何ができたのかしら。なんだか弱そうね。あら、そっちは強そうなクマさんね。優勝おめでとう。やった、ありがとう。食べてみたい？一緒に噛もうよ。わあ、美味しいな。もっともっと食べたい。二人とも起きなさい。次の景品よ。ふわふわしてるでしょ。気に入ったなら早く書きなさい。はじめ。最高なウサギを書いてやるからな。正しい色を選ばないと。私だって負けないからね。大切なのはアウトラインからはみ出ないこと。その中だったら別に混ぜてもいいのよ。なに？時間なの？わかったわ。じゃあひっくり返すわよ。あー面白いね。私のは可愛くできたわ。勝つのはどっちかな。あら恐ろしいわね。でもそっちは可愛くて本物みたいよ。よく頑張ったわね。ウサギをあげるわ。撫でてもいいよ。あら私の毛糸を盗んだのは誰かしら。今度の景品は空飛ぶユニコーンよ。さあ始めなさい。そんなのたったの5秒で書いてあるさ。ほらね、あとは色を塗るだけだ。お、黄色を使うの？いいね。角と髪の毛に使おうっと。そして今度はピンク。いくぞ。完璧だ。気持ちいいわね。あら、時間よ。何ができたの？もうひっくり返してるのね。我慢できないから早く見せてちょうだい。あら、恐ろしいわね。その子は可愛いわ。ユニコーンだってすぐに分かったわ。これは優勝者即決よ。さあ、飛んでいきなさい。こっちに飛んでくる。やった、キャッチしないと。イエーイ、可愛いわね。この鳥さんを見て。お友達になりたいなら早く始めなさい。準備ならできてるよ。ええ、生地。アングリーバードみたいになったぞ。誰よりも最高な絵を描いてやるから見てて。アウトラインはできた。眉毛と目が描けたら塗り始めようか。くちばしは黄色、目は白、残りは赤だ。簡単だな。
そろそろ時間も終わるみたいだし、ひっくり返そうか。自分のがあるよ。おお、僕の方が上手にできたな。そんなに落ち込むなよ。あら、時間じゃないの。出来上がったものを見せてちょうだい。ちょっと、お題に似てないわよ。あら、よくできてるじゃない。名前の通り、怒ってる鳥ね。さあ、もらって。やった。見て、かわいいパンダでしょ。中にはお菓子が入ってるのよ。カモン。さあ、始めて。じゃあ、見てろよ。パンダを描くときに大切なのは顔のパーツさ。今度は白で塗りつぶしていこう。パンダは白黒でよかったな。そろそろ時間よ。終わり。ちょっと、何ふざけてるの。早くひっくり返しなさい。早く早く。何ができたの。何も見えないわ。あら、怖い顔ね。私のパンダちゃんに似てないじゃないの。あら、そっちは似てるわね。よく頑張ったのが伝わるから、景品ももらいなさい。やった。見て、お菓子がたくさんある。リュックだってすごくかわいいわ。どう、気に入った。ゾンビさん、待って。まずはお菓子を持ってないかチェックさせてもらうよ。おお、あったな。そこにあるのは何だい。あ、ごめん。通ってもいいよ。警備員を騙すのは簡単だな。警備員が外した手の中にお菓子がたくさん入ってたんだ。おいしいな。ちょうだい。ごめん、お腹空いてて。やあ、お菓子は持ち込み禁止だよ。何も持ってないわ。チェックしてもいいわよ。それは嘘だね。大変だ。こんなものを見せびらかして恥ずかしくないのかい。早く通って。やっぱり私のコスチュームは最高ね。中に入ってるのは気持ち悪いあれだと思われても仕方ないわ。でも本当はチョコレートなの。まんまと騙されたわね。じゃあ食べちゃおうっと。あー、美味しい。どうやって作ったか見て。ヌテラを袋に入れて、うんちっぽく絞っていくの。ほら、出来上がり。便器に入れれば完成よ。わ、ちょっと、トイレットペーパーがいるんじゃない。不潔だよ。ありがとう。はい、通ってもいい。お菓子は持ち込み禁止。え、ダメなの。そんな、残念だわ。はい、パーティーに参加したいの。食べ物は持ってきてないからね。ほら、確認して。もちろん。あ、何かあるみたいだね。確認するよ。あ、なんてことしてくれたの。くすぐったい。あ、痛いよ。わざとじゃないの。通ってもいいよ。騙されたわね。私の脳みそはグミだったのに。ちょっと、何してるの。脳みそを食べてるの。何よ。ああ、大変だ、助けて。変な人。なんか誰も来ないな。あ、いやあ、コスチュームはどうだい。恐ろしいよ。パーティーに通す前にお菓子チェックをさせてもらおう。
通ってよし。次。Oh, 僕はチェックされたけど、風船のことは忘れたみたいだね。ごめんなさい。大丈夫、一緒に楽しもう。スケルトンだ。お菓子は持ってるかな？あるなら出してもらうよ。何もないよ。それは僕が判断する。本当に何もないみたいだね。ようこそ。踊り方の見本も見せてあげよう。何言ってるの？私だって上手に踊れるわよ。でもまずは私のコスチュームに貼ってあるマシュマロが食べたいな。この間ひらめいたアイデアなのよね。マシュマロを爪楊枝に刺したら骨みたいになるでしょ。思った通りだったわ。マシュマロ食べたい人、食べていいわよ。見てろよ。えい。あ、ごめんごめん、気づかなかったよ。お菓子は持ってない？私の牙はどう？全然怖くないね。それグミ？甘い匂いがするよ。このままじゃパーティーに参加することはできないね。はい、パーティーに来たの。まずはお菓子チェックだよ。なんですって？お菓子なんかないわよ。本物に似てるね。ちょっと触ってもいいかな？頑丈だな。抜き取ることも切ることもできないよ。やめて、さもないと噛むわよ。そうか。私の歯が気になったみたいだけど、他のところはチェックされなかったわ。マントの中にこんなにたくさんあったのに。お腹いっぱいになれるわね。おいしいわ。ちょうだい。ダメ。怖くないわよ。マントを開けて、みんなで食べましょう。これで満足？おっと、一番恐ろしいコスチュームだな。それでもお菓子がないか確認させてもらうよ。あ、これは何だい？ちょっと遊んでみてもいいかな。あれ、大丈夫かい？分かったよ、通ってもいいよ。ちょっと待った。ひどいな。でもさっきの警備員さん、結局目玉がグミだったって分からなかったんだな。すっごく美味しいんだよ。食べたい人、僕の目じゃないよ。じゃ、いっか。